リヒャルトベア SS 少佐。リヒャルトベアは、ナチスドイツのアウシュビッツ強制収容所の所長。親英隊の隊員で、最終階級は、親英隊少佐、バイエルン出身。菓子製造業者で研修を受けていたが、失業して、ダッハウ強制収容所で監視として勤務するようになった。1939年に、ドクロ師団に入隊。1942年には、 ノイ・エンガンメ強制収容所で勤務。その後、ザクセンハウゼン強制収容所でも勤務した。ノイ・エンガンメでは、ソ連捕虜の合殺に関与しており、また T4 作戦の一つ 14F13 作戦にも、関与し、安楽死させる囚人を選び出す作業に当たった。1942年11月から1944年5月に、 かけて、新英体経済管理本部の本部長をズバルと、ポール新英体大将の副官を務めた。また、1943年11月からは、新英体経済管理本部ディブアイカの課長に就任した。アウシュビッツ強制収容所の所長、アルトゥール・リーベ・ヘンシェルは、囚人の苦痛の緩和に努めようとすることがあり、ハインリ・ヒヒムラーから、ソフトとみなされてけぎらいされていた。 そのため1944年5月にはリーベ・ヘンシェルに代わってベアがアウシュビッツ署長に任命された。以降、アウシュビッツが閉鎖されるまで彼が署長に在任していた。1943年11月から1944年終わりにかけて行われたヨーゼフ・クラワーラによるアウシュビッツ第2、収容所ビルキナウ収容所でのユダヤ人などのガス室処理の一端に署長として、 責任を負う。アウシュビッツ閉鎖後は、チューリンゲンのノルトハウゼンにあった、ドーラ強制収容所の所長に就任した。ここでは、ソ連捕虜を大量に、公主刑にしたことに責任がある。ドイツの敗戦後には、ハンブルクの近くに、林業労働者になりすまして隠れていた。西ドイツによるフランクフルトアウシュビッツ裁判の際に、ベーアを、 被告人の一人とすべく、1960年10月には、彼の逮捕令状が出された。さらに新聞にも写真が掲載された。その結果、1960年12月に逮捕された。アドルフ・アイヒマンの逮捕の後のことであった。しかし判決を待たずして1963年に死去した。ありがとうございます。